Ladies and gentlemen, when you think about your iPod Touch, we want to make much better. ウルヴァリン。お、これまた、パチモンみたいって言いますからね、聞いててくださいよ。今回はついてないかもしんないね。あ、同じじゃん。出た。やっぱ出た。パチモンみたいですね。このね、シールがね。どうやって開けんのこれ。お、取ってんだけど。あ、入った？パチモン？入ったね。こうアプリがあって、これ何これ？お化け標準装備。あ、割れたか？相変わらず美しいですね、ケースが。今回最初からバンパーがついてますね、こういう。一個ついてたんだね、これ。カエルっぽいね、これね。ほら。いや、おはようございます。リリリリリって。この標準搭載のバンパーつけたままでもいいんですけども。やっぱちょっとね、大きい、さすがに。これ外しましょう。こういう感じでいけと。ほんとかな？こう力入れてさ、画面ごとバキってなったらどうすんだろうね。どうするって言ったって、それはもう、ああだよね。取れないんだけど。パチモンなの。若干 iPhone っぽくなっちゃったのが少し個人的には、まあ、いろんなアクセサリー類もそのまま使えるかもしれないですね。レンズのアタッチメントとかね。君は今日から TTU だ。だに丸まで入った今回。前回のうーまでだから。あ、でもこのやっぱ鏡面仕上げがいいなぁ。4の方の。5はね、これだもん。フラットな仕上がりでしょ。リンゴマークのとこだけが鏡面なんだね。ピッ。はい。こういう感じですね。何色はね、ほんとはグリーンが良かったの。画面で見るとグリーンに見えたんだけど、名前がイエローって書いてあるじゃん。イエローね、好きな人もたくさんいますけど、テラミナスさんやっぱグリーンが好きだから、カメラが明らかに違うわけです。じゃあ取り比べてみないとね。よし。同じものを撮影してみないと、カメラ性能のテストになりませんからね。まずはこちらの第4世代で撮影してみます。ビデオですよ。ネギも入れてみましたからね。うまそう。第5世代の方で撮ってみましょう。わ、ピンと合う。なんかね、さっきより豪華に見える。もちろんね、明るいとこや暗いとこや、近いとこや遠いとこやね。そういうとこも全部比較して撮ってみましょうか。じゃあ行ってきます。ここにストラップホールがついてるんですよ。気が利いてますよね。こうすると出てくるの。トグルで。ほら。これはすごい嬉しい進化ですね。今まで母艦にしてたのが大きめのハードディスクを接続した初代の MacBook だったんです。で、OS10.5 で最新の iTunes ではこの子同期できないって言われました。母艦なしでも使えるんですけども、曲だね。音楽を入れる手段っていうのは他にもドロップボックスを使うとか方法あるんですけども、ミュージックの方に入ってこないから、正規の方法ではですよ。他のアプリからの参照ができなくなっちゃうんですね。新しい方を母艦にしましょう、じゃあ。ということで、iPod Touch 第4、第5世代でした。電話機能のついた iPod Touch も人気があるみたいですけど、やっぱりテラミナスさんはこの iPod Touch 好きですね。
やっとこの時がやってきました。これは、新しいアップルの技術で作られました。まあこれが新しいドックコネクターですね。アップルライトニングトゥ USB ケーブル。すごいよこれ。3本ぐらい刺さるから同期スピードも一気に上がるんじゃない？3倍ですよ、3倍。そっかそっか。